スノーボードの、スノーボードで、スノーボードで、ソチオリンピックの銅メダリストの、平岡拓が、平岡拓被告が、飲酒ひき逃げ事故で、逮捕され、起訴されてまして、その初公判が、この間あったみたいなんですけども、容疑を一部否認してるらしいです。その運転手に怪我を負わしたことは、認めてるらしいんですけども、その他の、5人の怪我は自分の責任ではありませんという容疑を否認してるみたいなんです。で、そのことについてなんですけども、これが否認で争ってます、争ってるってことなんで、争ってますし、もしもこれ有罪になれば、実刑になる可能性が十分高いと思います。まあ、示談も被害者としてないですし、そういうことは、多分その他5人の人とは、その運転手に怪我を負わせたっていうことは認めてるみたいなんですけども、多分その玉突き事故なんです。で、その平岡拓の飲酒ひき逃げ事故が原因で、その他の5人も、怪我したと思います。だからその人で、だからそんな供述は俺も認められないと思います。そんで、これ、それは、そんで、今、飲酒して逃げてたらもう最悪ですし、もうほとんど、なんか過去にはそういう執行猶予を取れた人間とかもいるみたいなんですけども、多分それは被害者と示談したと思いますし、それも示談がなければもう本当に実刑になってもおかしくない事件だと思います。本当、スノーボードは最近国防和弘が大麻で容疑されたり、本当不祥事が多いですね。それから平岡拓は、メダリスト、銅メダリストになったんですけども、そんな飲酒ひき逃げまでして刑務所に入るようなことになれば、もう相当落ちぶれたと思います。スノーボードでも頑張ってる選手もいるみたいなんですけども、本当不祥事がなんか最近目立ってます。